東都大学野球秋季リーグ戦一部二部入れ替え戦第4回戦駒澤大学対東洋大学の一戦まもなく試合開始です。席には5番の大森捉えた当たり水谷バックするフェンス際入りました。ここで追加点となるスリーランホームラン。今大森ホームイン。うまく当てて合わせた打球、工藤は一塁送球。ほんま、おっと薩摩弾いてしまった。水谷がホームイン。当てていきたいところ、原弾き返してセンターへ抜けました。セカンドランナー大森はホームへ帰ってきました。同点。おっとキャッチャーも反らしている。ここで橋口がホームイン。駒澤大学さようなら。代打の原見事なセンター返し。最短昇格を掲げてきました駒澤大学。4回戦に及ぶ激闘を制して見事一部昇格を決めています。